第91回有力企業就職ライブ東京編をお届けさせていただきます。この有力企業就職ライブは毎週日曜日の夜に配信しています。毎回4社から6社の求人企業の情報を皆さんにご案内しています。この中から受けたいなと思うものがあった方は、動画の最後の方にご案内しております、お申し込み方法をご確認の上お申し込みください。社長面接ができるチケットをお送りさせていただきます。それでは早速今日の第1社目ご案内させていただきます。こちらは飲食店を経営されている会社さんです。とても立派なね、デパートの中などで展開している中華料理店を、いくつか持っている会社さんです。で場所は東京都中央区ですね。最寄り駅は京橋駅という駅です。京橋駅ね、あんまりもしかしたらご存じないかもしれませんけど、銀座は多分皆さん知ってますね。日本橋も多分ご存じだと思います。その間にある駅なんですね。大体ね、まあ、銀座から歩いたりするので、日本橋から歩いたりするので、あまりこの駅を、ね、利用しないという方多いかもしれませんけど、まあ、場所としてはもう銀座のすぐそばで、とても、ね、便利な東京の中央ですね、にある、店舗になります。でここはあの高級なお店なんですね。中華料理屋さんでもコースがメインのとても高い、ね、お料理を提供しているところです。今現在8店舗全部で、展開されていらっしゃいます。一食はね、お店で、まかない料理って、まあ、お店の店内じゃなくてね、裏で食べる料理ですけども、これもついてるということでね、多分、とてもね、働きやすいんじゃないかなと思いますね。面接は17日月曜日の2時、明日ですね、明日2時です。最初は受付とか列とかいろんなね、データ入力をやっていただくことになります。もちろんホールやキッチンもやります。で、その後は、キャリアアップして、店舗運営業務全般を、ね、やっていただくということになりますね。月給は23万から、それから賞与以外にも報奨奨励金というものもご用意されているということですのでね、詳しいことは面接で聞いてみてください。はい、続きまして IT の会社です。IT 勉強されている方ね、今就職まだ決まってない方、ぜひ受けに来てください。こちらは、秋葉原駅のすぐそばにある会社さんです。秋葉原駅は上野と東京の間ですね。とても便利なところです。でね、ここはですね、日本語の読み書きですね。読んだり書いたりが、ビジネスレベルが求められますので、まあ、漢字も大体わかりますよという方であればですね、逆に IT の知識がなくても、お仕事できるということですのでね、IT の知識があって日本語ができませんという方は実はちょっと難しい。だけど IT の知識はほとんどない、あるいはまあ学校で勉強してるけど自信がないという方でも日本語はまあまあできますよということであればね、チャンスがあります。はい、面接18日火曜日の4時ですからね、ぜひね、やってみてください。3名募集ですね、お給料25万から50万ですからね、とてもいいと思いますよ。はい、最初目ですね、こちら管理のお仕事ですね。写真を見ていただくと外のお仕事かなと思います。まあ、実際はね、外に行くんですけど、外のお仕事での、現場管理人というものがね、現場には必ず必要ですので、これをまあ目指して頑張っていただく方を今回募集ということです。会社の場所は東京の町田市ですね。町田新宿から35分で小田急線でビューと行けますのでね。すごく便利で、神奈川県にも近いので、まあ、橋本とかに住んでる方ね、あるいは厚木のような場所からも、行けますのでね、結構まあどこからも、それなりに近い、結構いいポジションだと思いますね。でこの会社は舗装工事とか水道工事などの、まあ、工事をやってるんですけども、現場代理人兼作業人とオペレーター、このポジションを、今すごく、急募ですからね、内定しやすいと思いますね。で英語が話せる方でしたら、まあ、プラス評価ですよということですので、まあ、英語話せる方ね、やってみたらいいと思いますよ。面接19日水曜日の2時です。1人から2人募集で22万、500円から45万ということですからね、結構いいと思いますね。はい、続きまして4社目、こちらは営業事務ですね、オフィスワークです。この会社は貿易をやってる会社です。東京都中野区にあります。中野区新宿からね、すぐですね、中野坂上駅ですか、新宿から2つですね、東京駅からでも24分、とてもいい場所ですね。で、健康食品とか化粧品をこれをまあ貿易してるんですね。でも、輸出にですね、もちろん日本でも売ってますよ。で企画からやりますのでね、いろんな仕事があると思います。で今のところ、まあ
生産管理とか受発注業務をまずねやってくださいということですね。アメリカ、欧州、ヨーロッパですね、ロシア、韓国、中国などあちこちと取引をしているということですからね、本格的な、まあ、貿易、勉強できるかもしれませんね。電話対応などもやっていただくことになりますので、まあ、日本語はね必要だと思います。20日木曜日4時です。業務内容ね、詳しいことは、面接で確認してみてください。25万、ね、26万とてもいいですね。はい、今日は以上4社となります。この中で受けたいなというものがあった方はまずチャンネル登録をお願いします。その上でメールまたはお電話でどれを受けたいかをお知らせください。そして面接はですね、オンラインじゃないんですね。今このご案内はオンラインでやってますけども、面接は直接の面接となります。ただ各社に行くのではなくて、全部私ども留学生就職学院東京の神田にあります、こちらに社長さん方来てくださいますので、皆さんもこちらに来て受けていただくことになります。はい、でいつ面接かっていうのは先ほどね、それぞれご案内しました。で社長さん方も、まあ、こちらに来るご予定でね、今スケジュールを空けてくださってますけど、まあ、どうしても用事が入ったとかですね、お店でトラブルが起きて出れませんとかいろんなことがありますので、変更になる場合はねあります。で、ご予約された方もお家出る前にぜひねお電話で、変更になってないか確認してからお越しください。で今は4社ご案内しましたけど、もっとないですかって、工場の仕事ないですかとかね、介護の仕事ないですかとか、いろいろね、思った方、ぜひリアルイベント来てください。有力企業、就職フェア、土日祝も関係なく毎日ずっとやっていますよ。月水金は朝11時から、火木土日は、1時からです。で毎回ね、もう40社ぐらい大体ご案内してますので、皆さんのご希望の仕事もね、見つかると思いますので、ぜひお越しください。で、先ほどの4社の面接、それから今の有力企業、就職フェア、リアルイベント、全部こちらでやっています。JR 神田駅から徒歩5分のところにあります、留学生、就職学院本店ですね。で、あと名古屋と大阪にも会場がありますので、こちらに行ける方はね、こちらと、テレビカービスシステムでつながってますので、ここから受けていただくこともできます。でこれ以外の地区の皆さんは、まあ、個別のオンラインとなりますので、いずれにしましてもね、先ほどご案内したメール、またはお電話でお問い合わせください。それでは皆さんからのご応募をお待ちしています。また来週お会いしましょう。